皆さんこんにちは。長きにわたって乃木坂46のエースとして活躍してきた齋藤飛鳥さん。中心メンバーとして第一期生から活躍してきた齋藤飛鳥さんは国民的アイドルの代表格といっても過言ではないでしょう。アイドル活動を卒業した齋藤飛鳥さんには今後いつ熱愛情報が出てきてもおかしくはありません。そんな齋藤飛鳥さんのこれまでに噂になった男性との情報についてまとめてみました。まずは齋藤飛鳥さんのプロフィールを見ていきましょう。齋藤飛鳥さんは1998年8月10日生まれ、東京都の出身です。総合プロデューサーである秋元康さんはオーディション時の齋藤飛鳥さんを見た時に他の子とは違う圧倒的な輝きを放っていたと感じていたようで、後の活躍を見ればその眼力の高さには感服します。齋藤飛鳥さんは日本とミャンマーのハーフなのですが、現在の齋藤飛鳥さんの見た目はハーフのように見えないとよく言われています。しかしオーディション当時の映像を見るとフィリピンやタイなどの東南アジア系のハーフクォーターのような雰囲気が垣間見えます。ちなみに齋藤飛鳥さんにとって乃木坂46の活動が芸能界デビューではなく、子役として数々の CM に出演していました。2022年12月31日で同グループを卒業しグループ活動を終えました。2023年に卒業コンサートを行っています。さてここからはこれまでに噂になった男性について見てきます。一人目は高橋健介さんです。齋藤飛鳥さんと高橋健介さんは2013年から R の法則で共演をしていました。二人の関係が噂になったのは共演していた頃に流出したグループ LINE でのやり取りがきっかけでした。この LINE のスクリーンショットが流出した後に齋藤飛鳥さんは高橋健介さんが通っていた青山学院大学の学祭に行っていたとの情報も広がり、二人の関係への疑いに拍車がかかりました。ただ二人の関係を決定づける証拠までには至っておらず、この疑惑に関しての信憑性は不透明なまま風化しました。二人目は神宮寺勇太さんです。齋藤飛鳥さんと神宮寺勇太さんの関係は2014年に二人の X の裏アカウントとされているアカウントでのやり取りが流出したことがきっかけとなりました。またとあるタクシー運転手が自身の娘に神宮寺勇太と齋藤飛鳥を乗せたと2017年に話したことが SNS で広まったことも二人の関係を疑う理由でした。このタクシーの件に関しては齋藤飛鳥さん自身が公式ブログにて否定しています。3人目は永瀬廉さんです。齋藤飛鳥さんと永瀬廉さんの噂の発端はマスコミ内に入ってきた目撃情報とのことです。業界内の情報によると神宮寺勇太さんにも言えることなのですが、永瀬廉さんが齋藤飛鳥さんと遊びに出かけている交友関係の噂が入ってきるようです。しかし神宮寺勇太さんも永瀬廉さんに関しても交際に至ったという話は入ってきていないようなので、ただの友達という可能性が今のところは高そうです。4人目はハリー杉山さんです。齋藤飛鳥さんとハリー杉山さんは2016から2021年にポップオブザワールドというラジオ番組で共演していました。また2016年に配信された乃木坂46時間テレビでも共演しており、ハリー杉山さんが登場した際に齋藤飛鳥さんが嬉しそうにハリー杉山さんを見つめていたことから二人の交際が噂されるようになりました。ですがその後二人の目撃情報や決定的証拠は出てきていないので、単なる噂程度のものだったと考えられます。5人目は中川大志さんです。齋藤飛鳥さんと中川大志さんは2017年にタウンワークの CM にて共演しました。その CM にて中川大志さんが齋藤飛鳥さんに好きと発言するシーンがあり、そのシーンが自然でお似合いだったことから交際の噂が広がりました。ですがこれはあくまで CM でのシーンであり、二人の交際に関しても情報は全くないため、これはデマ情報であったと思われます。そして中川大志さんは2022年に女優の橋本環奈さんとの熱愛報道が取り沙汰されました。6人目は山田裕貴さんです。齋藤飛鳥さんと山田裕貴さんは2018年に映画あの頃君を追いかけたで共演しました。
この映画にて2人にキスシーンがあり、これがお似合いだと評判になったことから話題となりました。また映画の公開イベントでも仲のいい様子を見せていたことから交際の噂にまで発展しました。ファンの間でも2人がお似合いであることが話題となり、2人に実際に付き合ってほしいという SNS も見受けられました。確かにお似合いな2人ですが、プライベートの交友の話は全く入ってきていないので、現時点では恋人役として共演したから熱愛の噂が出る、あるあるの息を出ていません。ちなみに現在山田裕貴さんは同グループを卒業した西野七瀬さんと交際しているようです。7人目は浜岡本さんです。斉藤飛鳥さんと浜岡本さんは現在バラエティ番組ハマスカ放送部で共演しています。息の合った掛け合いからネット上ではお似合いという声も多く見受けられ、検索ワードでは浜岡本、斉藤飛鳥、結婚まで浮上する事態となっています。しかしプライベートでの交流は一切確認されておらず、ただ共演しているだけで交際の噂が噴出しているだけのようです。8人目は某人気ジャニーズメンバーです。今回取り上げている疑惑の中で最も現実味が高いのがこちらの人物です。過去に共演した番組をきっかけに2人は友達以上恋人未満の関係性に至ったという情報が入ってきています。現状斉藤飛鳥さんにはお付き合いされている男性がいるという決定的な情報や証拠は入ってきていません。ですが2022年いっぱいで乃木坂46を卒業し、2023年に卒業コンサートを行った後にはアイドルの第一線からは退くので、熱愛の情報が出てくるかもしれません。現役時代から多くのジャニーズメンバーとは交友関係があったようなので、もしかしたら今後ジャニーズと熱愛なんて展開もあってもおかしくはなさそうです。乃木坂工事中の番組内で斉藤飛鳥さんは理想の男性について以下のように話しています。薄っぺらい体型の男性、ボソボソ喋る男性、プレゼントをさりげなくくれる男性、家事と家計のやりくりができる男性、大人になってもスキップする男性などの条件があるそうです。これらから斉藤飛鳥さんはやや変わった男性の好みの持ち主と言えるかもしれません。2020年3月28日にオンエアされた J-WAVE 番組ポップオブザワールドにて、人と住むのが多分あんまり好きじゃないから一人の時間が絶対に欲しい、だから結婚したとしても分けたいです、寝室も別、洗面所も別、お風呂も別、全部別がいいけどリビングは一緒と話しています。たとえ結婚したとしても基本的には別々の生活をしたいとのことで、一人の時間を大切にする性格であることが垣間見えます。18センチという驚異の小顔から芸術品のようとも例えられる斉藤飛鳥さん、しかしそのご尊顔はにこやかというよりはクールビューティーに近いと言えます。その影響もあってか性格が悪いのではないかとも言われることもあるようです。ネット上では性格に関してネガティブな情報の方が多い斉藤飛鳥さん、その背景にはご自身でも暗い性格を認めており、一日中目の前が壁でも楽しめるタイプと告白した影響もあるかもしれません。人は誰しもいい面と悪い面があるものですが、斉藤飛鳥さんの場合前述のように悪いというイメージも根強いようです。もちろんずっと追いかけてきた人にとってはその性格の良さや成長も理解されるところでしょう。しかし番組をたまたま見た人などにはそこまで伝わらないのではないかと思います。そして斉藤飛鳥さんの過去を知れば多少でもその嫌悪感を薄くすることができるかもしれません。実は子どもの頃からいじめにあっていたといいます。乃木坂46のオーディションを受けたのも中学時代に団体行動がうまく取れず、お母さんがそれを見かねて受けさせた面が強いようです。紆余曲折あり現在の斉藤飛鳥さんの活躍があるので、どこで進化するかわからないものです。2017年11月28日に放送された日本テレビベストアーティスト2017で嵐と乃木坂46がコラボし、2組で嵐の ARASHI を披露しました。しかし乃木坂に振り分けられたラップの冒頭パートで
斉藤飛鳥が歌詞を間違えてしまうミスをしてしまいます。これにジャニーズファンは怒り、 X 上に批判コメントが殺到するという事態になりました。批判コメントを投稿する一部の過激な嵐ファンを見て、嵐ファンとして心痛む、ファンやめちまえ、嵐だって歌詞を間違えることはあるといったファンからの意見も多くあり、批判派だけでなく今回のミスを何とも思っていなかった人たちも複雑な思いを抱える騒動となりました。いかがだったでしょうか。今回は斉藤飛鳥さんの恋愛事情や性格について見てきました。現状では斉藤飛鳥さんにこれまで彼氏がいたという決定的な情報はありませんでした。ですが全くその噂を否定できないというものもあるなど、過去に彼氏がいたとしてもおかしくない印象は受けます。乃木坂46を卒業した現在はいつ交際の情報が出てもおかしくありません。斉藤飛鳥さんの今後の動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。